夢名古屋400を開催いたします。大いに皆さんの住んどる町がね、自慢になるように、そんな名古屋の町を皆さんで作っていきましょう。今日は皆さん、ようおいでいただいてありがとうございます。今日の一日は名古屋の埋蔵金が発表される記念すべき日です。オリンピックとは言いませんが、アカデミー賞授賞式と同じような価値があると思います。楽しく盛り上げたいと思っております。皆様から地域に眠っている名古屋の魅力や財産、子どもたちが考える将来の名古屋への夢を募集したところ、魅力あふれる作品や個性豊かな夢いっぱいの作品が2230件の応募がありました。400年経った名古屋の宝物がたくさん集まりました。次の100年の街づくりにつながるような掘り出し物を見つけたいと思います。夢名古屋400と言いながら、夢をみんなと一緒に見ながら先行していきたいと思います。学生時代から数えますと40年以上名古屋でいろんなものを見たり聞いたりしてきましたけども、今回の作品を見ておりまして、まだまだ知らないところやものがたくさんあるということを思い知らされます。これからいいものを選んでいきたいと思います。私は普段名古屋をリサーチして雑誌を作っているんですが、それでも知らない情報だとか、いろんなものが出てきてとても楽しいなと思いながら今まで選考しています。引き続き楽しみながら選んでいきたいと思います。よろしくお願いします。夢名古屋400は名古屋の街の魅力という夢を提案してくださいということで、昨年8月から作品募集を開始し、今年4月15日に締め切りました。魅力部門1622件、夢部門608件、合計2030件の応募をいただきました。ありがとうございました。まず夢部門から発表をいただきますか。ありがてや夢賞受賞者6名です。名古屋の芸術家伊達良太さん、扇川のホタル佐々木孝博さん、町高野綾人さん、出たお兄ちゃん、100年後の名古屋城中根光俊さん、名古屋名物巨大シャチホコフライ久田恵里さん、そして最後タイトルなし松本遥さんです。ドエミャー夢賞5名、名古屋高鎮バス笠井美穂さん、100年後の帰り道高野優さん、名古屋らしいこれはデザートの金の社長を広田花野さん、ドリーム名古屋水野優斗さん、大きな鳥居宮本八重さん、それじゃあありがてや魅力賞であります。6名様、旧東海道と一里塚浅井康彦さん、東区発祥の終わり漫才継承活動今枝哲司さん、名古屋城の外堀姫蛍、小川博さん、戦争を免れた古い町並み土橋千佳夫さんです。地球ゴマを紹介します、鳥居健二さんです。ドエミャー魅力賞、駄菓子のふるさと明道町牛田正幸さん、高野古戦郷、寺西克美さんです。平張りの木遣り音頭箕浦健二さん、野崎白菜脇田由紀子さんです。市長賞です。天皇祭りの出汁落合健二さんです。ドエリア大賞1名様発表させていただきます。雨上がりクジラ久野元気さんです。I'm not sure.
100年後にも皆に褒められるような町づくりをしよう、名古屋だ。